皆さん、こんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢克成でございます。どうも皆さん、こんにちは。初心者はとりあえずこれ弾けシリーズ5曲目に突入でございます。もうね、4曲弾いたからもね、初心者じゃなくてもいいのかなって感じはするんですけど、まあまあ、そういう細かいことは気にせずに。5曲目である今回の動画では、アニソン。ケイオンというアニメの Don't Say Rage という曲を取り上げてみようかなと思います。まあね、数年前にもとてつもなくも大ヒットして、ね、もう映画にもなってしまって、もうえらいもう爆発的なもう人気を得たアニメなんですけれども、その中のエンディングテーマの曲でございます。普通にこのケイオン好きの方が、ね、この動画を見ているというパターンもすごく多いかと思うので、でこの人によっては、ね、来たーって感じになるかもしれませんけれども、来たーっていう方は、ぜひコメントに来たーって打っておいてくださいませ。そしたら僕がこの曲を取り上げてよかったなと思いますので、よかったら来たーって書いておいてくださいませ。まあ、普通にこの曲聴いたことがない、ケイオン見たことがないという方も、ね、ちょっと聴いてみてくださいませ。普通にこう、ね、聞きやすい、とてつもなく爽快な、ロックポップ注意なっておりますので、すごくかっこよいかと思います。そんな感じで、まあ、いつも通り2本の動画に分けてスタートしてみましょう。でも今回の動画は、ね、1本目の動画が、ね、ちょっと大変です。覚えることが多い。覚えることが多いです。まず、ちょっとパートをまた練習していきたいんですけども、パーツを練習していきたいんですけども、リフでこの、ね、フォーメーション X とフォーメーション Z とインター。まずこれを練習してみましょう。何の話やって感じですけどね。まあまあ、ゆくゆく説明させていただきます。まず、リフなんですけれども、このパターン、やってみましょうか。聞いたことありますよね。感想のところですね。人差し指が1、2、3、4、5弦の7フレットに来て、パワーコードを作ります。で、これ、E っていうパワーコードなんですけれども、覚えておいてください。E。よく出てきます。E。で、この E を2つ弾いて、ジャージャーツッツーと2回ずつ交互に弾いていきます。鳴らしてツッツー、鳴らしてツッツー。ババツツですね。ババツツ。で、3ババツツしたら、ジャーラーと1フレットがあります。ババツツ、ババツツ、ババツツ、ババ。これがリフのパターンです。もう一回やってみましょうか。ババツツ、ババツツ、ババツツ。まあ、多分ね、そのスムースとか終わってね、ニルバナとか終わって、まあ、ここまで来たならばね、だいぶパワーコードも慣れていると思いますので、すぐできるかと思います。ババツツ、ババツツ、ババツツ、ババ。これでございます。で、その次、フォーメーション X に関しては、ちょっとね、そのババとツッツの回数が変わります。さっきはそのババツツ、ババツツ、ババツツ、ボンボン、ババツツ、ババツツ、ババツツ、ボンボンといきましたけども、ババツツツツ、2個4個、2個4個って感じになります。2、4、2、4、2、2、2、4、2、4、2、2といきます。2、4、2、4、2、2。2、ツツツ、ババツツツツ、ババツツ。ババツツツツ、ババツツツツ、ババツツ、ババツツツツ、ババツツツツ、ババツツ、ババ。ババツツツツ、ババツツツツ。これがそのフォーメーション X でございます。ババツツツツ。ちょっと書いておかないと忘れそうですね。ちょっと皆さんもよかったら手元のなんかね、あのコピー用紙にでもなんかメモしておいてくださいませ。ババツツツツ、ババツツツツ、ババツツ。これがフォーメーション X ですね。フォーメーション X。で、その次、フォーメーション Z に行きたいんですけれども、フォーメーション Z もまたちょっとね、あの回数が変わります。ババツツツババツツツババババババ使っているコードは一緒なんですけれども、なんかこの回数がわけわかんないことになります。どういうことやねんつってね。やってみましょう。まず、2、3、2。ババツツツババ。1、2、1、2、3、4、5。で、この後に3、5できます。つつつ、1、2、3、4、5。つつつ、1、2、3、4、5。1、2、3、1、2、3、4、5、5。1、2、3、4、5。
ワン、ニー、サン、ワン、ニー、サン、シー、ゴー。ワン、ニー、サン、ワン、ニー、サン、シー、ゴー。ワン、ニー、サン、ワン、ニー、サン、シー、ゴー。で、これをつなげると、ワン、ニー、ワン、ニー、サン、ワン、ニー。ワン、ニー、サン、ワン、ニー、サン、シー、ゴー。ワン、ニー、ワン、ニー、サン、ワン、ニー。ワン、ニー、サン、ワン、ニー、サン、シー、ゴー。こんな感じです。これがそのフォーメーション Z です。フォーメーション Z。両方とも、ね、コード一緒ですし、結構パターンが似ているので、今後教えてしまいますがちですけれども、ちょっと頑張って覚えておいてくださいませ。242422と23235というのが謎の変則的な感じです。こんな感じです。で、その次、インターですが、これも結構シンプルです。簡単です。またこの E のフォームを押さえてください。E。覚えましたね。E。何回も使っていくから。で、この E から、一応1個こっち持ってきて、7、8、5。これを2回弾きます。こんな感じで、ミー、ファレー。ミーファレー。これがワンセットです。インターのワンセット。ミーファレー、ミーファレー。これがワンセット。これがワンセットです。まあ、インターは超簡単ですね。全然簡単ですね。こんな感じで、まあね、リフ、X、フォーメーション X、フォーメーション Z、インター、まあ、それぞれこの E のパワーコードで、ね、ジャカジャカしているだけなんですけれども、ややこしいところではあるんですけれども、まあ、一応これがそのパーツのすべてという感じです。で、ここからがちょっと、ね、今回の本番です。今までその、ね、なんかこの3とか5、7、8とかってなんかこう1個こっちとかって感じでやってましたけれども、今回の動画からちょっとコードを意識して、練習してみましょう。コードを意識して練習してみましょう。今までパワーコードをたくさん弾いてきましたけれども、人差し指の位置をどこに持ってきてください、どこに持ってきてくださいって僕、言い方、そういう言い方をしてましたよね。これ、理由があって、その人差し指がどこを押さえてパワーコードを作っているかで、コードネームが変わってくるんですよ。で、さっき僕が最初こう、ね、7級押さえてください、で、これはいいですよなんて話しましたけれども、人差し指が5弦の7フレットにありますよね。5弦の7フレット。5弦の7フレットにあるときは、コードネームとしては、ね、E っていうことになるんです。で、大体コードはアルファベット順になっているので、E から音が下がれば、A、B、C、D、E と行くときの、その、ね、E の下だから D ですよね。E からアルファベットが下がると D。なので、この2個下のこっち側にはその D が潜んでいるわけですね。ここからスタートして、フィッと行くと、これが D。つまり、人差し指が5弦の5フレットの位置が D です。で、さらに E、D と来たから、もう1個下がればアルファベット順に行けば C ですよね。それで、ここにその C が存在すると。E、D、C。逆に言えば C、D、E と。こんな感じで、人差し指の位置がどこにあるかでコードを判断していく。そして、もっと言うと、人差し指の位置がどこにあったら何のコードになる。何のコードのときは人差し指がどこの位置にある。そんな感じですね。コードネームを覚えていただけるとすごく良いかなと思います。で、今 E、D、C と来たんですけれども、B だけちょっとフェイクで隣です。それまでね、こうね、2歩、2歩と来たんですけども、ここだけ1歩で B に行きます。B だけ要注意。C と B の間は、ね、半音って言い方するんですけどね、隣同士なんです。一緒に弾いてみましょうか。まず E。で、次 D 行きましょう。D、D。で、その次は C。で、その次は B。逆を見てみましょうか。B、C、D、E と。B、C、D、E。B、C、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 D、E、D、E、D、E、D、E。D、B、C、D、B、C、C、D、B、C、D、B、C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 、C、D、B。あ、C、D、D だ。C、D、D、E。こんな感じでございます。で、これがその6弦側に移ったときもその有効でございまして、6弦の5フレットに人差し指がある状態でパワーコードを作ると、これ A っていうコードをやります。ちょっと見づらいですけども、これ A です。で、その次にここに B があるんですけれども、この A を2個こっちに持ってくると B です。で、ちょっとここで勘のいい方はね、あれさっき B やったやんってなったと思うんですけれども、ここにも B あるし、ここにも B あるし、これ、なんで2つあるのかっていうと、同じ音だからなんですよ。6弦の7フレットに人差し指を置いて、パワーコードを作っても B です。これ。
で、5弦の2フレットに人差し指を置いてパワーコードを作っても B です。あ、本当だ、同じ音だって感じになりますよね。こんな感じで、ギターは、なんか同音異弦とかって言い方するんですけれども、同じ音を異なる弦って言って、同音異弦なんて言ったりとかするんですが、同じ音でも、ね、そのね、ポジションによって、ね、いろんな表情を出すことができるんです。音程は一緒だけど、ね、ちょっと響きが違ったりとかするので、まあ、都合の運指とか響きを重視して、どの弦を使うかを決めるんですけれども、そんな感じで、ここの B とここの B は全く一緒です。で、勘のいい方は、ね、こう考えてほしいんですよ。ここに B があるということは、じゃあここに C があるのかと。ちょっとそういう考え方をしてみてほしいんです。ギターは結構こういう応用力が大事です。さっきこの B と C、B、C、B、C、B と隣同士でなんて話をしましたけれども、じゃあここが B ならば、これが C なのかと。どうでしょう？どう思いますか？これが B ならばこれが C になるのかなと。答えとしては、ね、なるんです。なります。で、ここから同じように B、C、D、E と。ことが可能です。こんな感じでその弦が移動してもその横の、インターバルとかって言い方をするんですけども、インターバルの感覚とかは、ね、変わらなかったりとかするので、こういう応用力を、ね、身につけていただけるとすごく嬉しいなと思います。うん、待てよ、これとこれがこういうことは、じゃあこうなったらこうなのかなみたいな感じで、そういう、ね、アイデア一つ一つが、ね、意外とこう、ね、知識を立体的にさせるためのヒントになったりとかするので、まあ、常にこう、ね、なんでだろう、どういうことだろうってこう疑問を持ちながら、チャレンジしていただけるとすごく面白いかなと思います。ちょっと余談が過ぎましたが、次に行きましょう。で、このコードネーム、もし覚えられなかったらメモしてくださいませ。で、これ覚えられるようになったら、次に覚えたいのは、ね、この B セクション、C セクションなんです。パターン B、パターン C と言ってもいいんですけど、もうセクションごと、もう1本目の動画で覚えちゃいます。B メロのところとサビのところ、覚えてしまいます。で、これまたさ、ごめんなさいね。ちょっと1本目の動画、いろいろと情報が詰まってて申し訳ないんですけども、混乱してきたら巻き戻してきたりとか、巻き戻したりとか、ちょっと日を改めたりとかして、ちょっと少しずつ吸収してくださいませ。次の音楽のコツとして、こうね、4の倍数でね、進むことが多いんですよ。4の倍数。まあ、大体8か16か32なんですけれども、1つのセクションがその16小節だったり、32小節だったりとかして、4の倍数でまとまっていることが多いんです。ただ単純に、はい、スタート、ボボボボボって羅列するのではなくて、今までみたいに、ここはリフです、ここは A メロです、ここは B メロです、ここはサビです、ここはソロですみたいな感じでセクション分けをしてきましたけれども、なんとなく気づいたかもしれないんですが、それぞれのセクションで実は4の倍数でまとまってたんです。そうですね、20th Century Boy とかもそうですし、あと、さっきやったそのスメルズ・ライクとかもそうですよね。スメルズ・ライクも普通にこの4の倍数でこう言ってたんですけれども、であと、ドンテンの時もそうですね、4の倍数で言ってて、で、一番最初にやった曲とかも、そうですね、ディーパー・ディーパーとかも基本的に4の倍数で言っておりました。なので、考え方としてこんな感じ、4の倍数のマスがありますと。で、ここにそのコードを当てはめていくんです。そうすると規則性が、ね、出てくるんですよ。羅列でこうバーッと見ていくんじゃなくて、4の倍数で見ていくと。ちょっと B セクションからコードを書いていきますね。やばつめわれたーのところです。グルーで補修したーのところです。最初 C からスタートして、D、で、B。厳密に言うと B マイナーなんですけど、ちょっと小文字の M は気にしなくていいです。B だけ気にしてればいいです。で、ここで E から D。それだけでなんか達成感。パンパンパパン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 。パンパンパパンパン。パパンパパン。Aマイナー。で、A シャープ。ちょっとこれを後で説明します。こんな感じ。なんかアルファベットをこう、ね、バババッと、今からスタートします。C、D、C、D、B、E マイナー、D、なんたらかんたらかんたらかんたらって並べられたら、ね、はーって感じになっちゃいますけども、こうやって並べてみるとすげえ規則性ありますよね。最初も C、D と来てサムシング、C、D と来てサムシング、C、D と来てサムシングっていうふうに見れますし、何気にこの1行目と3行目が全く同じというのも、ね、読み取れますし、で、3行目に関してはちょっと変わってくるけれども、ここまではその規則的に回っていることがとってもよくわかるかと思います。こんな感じで、4の倍数で見ていくと、何かとヒントが得られるかなと思いますので、ちょっとヒントにしてみてくださいませ。で、これを順番に弾いていきましょう。1マスにつき、スネオとジャイアンです。スネオとジャイアン。スネオとジャイアン。
もしくは曇天の時の買って損したよ、買って損したよでもいいです。どっちもいいです。お好きな方です。ね、お手伝いを。そうですね。可能ならば買って損したいのがいいかもしれないですね。買って損したよ、買って損したよ。でもまあ、いや、そうそう。今回ちょっとスネオ・ザ・ジャイアンでいきましょう。スネオ・ザ・ジャイアン。スネオとジャイアン。で、次のマスに進んで D。スネオとジャイアン。B に行きます。スネオとジャイアン。で、1マスの中に2つコードが入っているので、スネオとジャイアン。半分越します。スネオとジャイアン。スネオとジャイアン。スネオとジャイアン。B マイナーで一緒です。で、ごめんなさい。ちょっと書き忘れました。ここ D が入ります。あー、ペンが落下した。ペンが。ここですね。D。あ、こう考えるともっと規則と出てきましたね。規則性が出てきましたね。ここ全部同じですよ。E マイナー D ですよ。ちょっと2段目からいきましょうか。2段目。C の頃。スネオとジャイアン、スネオとジャイアン、スネオ、半分は。スネオとジャイアン、C。で、B マイナー。スネオとジャイアン。で、その次、初登場 A です。A。覚えてください。ここです。6弦の5フレットです。で、ここだけイレギュラー。A シャープディミニッシュというコードなんですけれども、人差し指だけ6フレットに持っていきましょう。タラパパン、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 ですね。で、その次、B。これで B セクションが完成という感じです。どうでしょう、なんとなくわかりましたでしょうか。こんな感じで4の倍数で見るという癖をつけてくださいませ。この曲に限らず、いろんなところで使います。で、その次、C セクションに行きましょう。パン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 。で、ここでフォーメーション Z です。フォーメーション Z が出てきます。急に飛び出す Z。テケツクツクテケツクツクテケテケ。そうですね、フォーメーション Z1 個です。2マス潰すんだ。なんで、Z は1個だけでいいかもしれないですね。こんな感じです。で、また C になって、D になって、B マイナーになって、E マイナーになって、で、その次、この A マイナーから B になって、で、ここでフォーメーション Z。ドラゴンボール Z! みたいな感じで、ドドドドンと潰しましょう。こんな感じです。順番に弾いてみましょう。よかったら、ついてきてくださいませ。ここからいきます。いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。スネオとジャイアン、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 スネオとジャイアン。で、フォーメーション Z。パパつくつかかん、つかたたかかん、スネオとジャイアン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 、パパパパつかかかかか。こんな感じでございます。間違えてないかな、大丈夫かな。なんか自分もそんなに詳しいわけじゃないからね、ちょっと自信がなかったりするんですけども。そうですね、多分これで合ってると思います。あ、嘘、ちょっとごめんなさい、変化がある。ちょっと違うかも。ちょっと違うかも。でげ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 。ここに D が入るかも。B セクションと一緒ですね。ここに D が入りますね。半分ずつの D が入ります。スネオとジャイアンみたいな感じで。まあ、こんな感じです。そう見るとすごいもう共通してますよね。ここと、ここと、ここと、ここが全部一緒だ。わお。なんかバッと見ると、うわ、なんかすげえ大変そうだって感じしますけども、なんかすげえ似てるところがたくさんあって、覚えること結局少ねえじゃんって感じですよね。まあ、こんな感じで進めていきます。B セクションと C セクションをそのまま丸と、ね、2本目の動画で使いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。それでは、ちょっといろいろとややこしいことを言ってしまいましたけれども、次の動画に進んでみてください。うまくできない方は巻き戻しをして、何回も確認してから2本目の動画に行ってみてください。そんな感じです。で、最後に私の毎回の恒例のお知らせでございますが、私、竹澤勝成。Twitter をやっております。もしよければフォローしてみてくださいませ。TAKIJAWA、TurkeyJower。ターキージャワーで登録をしておりますので、よかったら検索をしてフォローしてみてください。動画の更新情報やライブのお知らせ情報、あとギター教室の、ね、空き情報などをね、いろいろお知らせしていこうかなと思っておりますので、よかったらフォローしていただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いしましょう。じゃあね、バハハイ。